2人目の起業家は、元歴史アイドルが働くシニアを応援するべく起業、シニア世代が第二のお母さんとなり、おせっかいな家事代行サービスを展開する株式会社ピンピンコロリ、小日向恵里さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。きっかけは大好きなおばあちゃんです。お仕事を超えて東京お母さんは生きがいを作っていきます。家族以外のシニアの方とあんまりその積極的に関わりたいってあんまり思えない。株式会社ピンピンコロニの小日向です。社名の通り高齢者にずっと元気でいてほしい、そんな思いで起業しました。きっかけは大好きなおばあちゃんです。祖母が仕事を辞めてから元気がなくなってしまった、まあ、そんな姿を見て、働くことが祖母にとって社会との関わりを持って元気の源だったんじゃないかと思いました。なので、まあ、元気なうちは続けられるお仕事が作りたい、そう思ってシニアの働くを応援するためのサービスを作りました。それが東京お母さんです。東京お母さんは家事代行やベビーシッターの教育、ご近所に第二のお母さんが持てるサービス。家事代行だと育児は頼めない、ベビーシッターだと家事は頼めない、まあ、両方頼むと価格が高くなってしまう、そんなお困りごとを解決しています。第二のお母さんができることは、育児も家事もペットシッターも人生相談も幅広く柔軟に対応します。精神的なサポートというのも魅力です。今共働きの子育て世帯が増えていて、家事代行も保育サービス市場も急成長中のマーケットなんですけれども、働き手不足というのが業界の課題です。高い需要に対して、まあ、供給が追いつかないんですね。そういった働き手不足の課題をこれから増えていくシニア人材にどんどん登録していただいて解決していきます。お母さんたちの喜びの声です。こんな私でもお役に立てて幸せです。東京お母さんに出会えてよかったですとか感謝していますと、本当に楽しく生き生きと働いて若返っていくお母さんがたくさんいます。お仕事を超えて東京お母さんは生きがいを作っていきます。今平均年齢は65歳、最年長だと83歳の方も活躍していただいてます。ワーカーの数です、どんどん増えており、まあ、今年には2000人を突破する予定です。血はつながっていないけれども家族のように頼れる、そんなサードファミリーという文化を広めて、子育て世帯もシニアもハッピーな、そんな世の中を作っていきます。私たちの強みはオペレーションの裏側にテックを活用し、人件費を極限まで削減しながらも手厚いフォローをしているというところです。利用者さんとお母さんのマッチングは AI を活用し、そして問い合わせの対応は GPT を活用しています。こういったカメコ母さんという、まあ、ここのキャラクターにもなってるんですけれども、育児や家事のプロフェッショナルという設定されたキャラクターが、まあ、現場で困った時にお掃除の相談とか、まあ、レシピの相談にすぐに回答いたします。クォーターごとの売上高の推移です。まあ、コロナ禍は結構苦しんでいた時期もあるんですけれども、まあ、昨年度から売上も力強く戻ってまいり、月商は1400万円を突破し、アープは約35,000円、粗利は 50% です。2028年には売上高30億を目指して、営業利益6億円を目指して伸ばしていきます。これ以外にもシニアビジネスを多角的に展開して会社を成長させていきます。東京お母さんはまだまだやりたいことの一つで、お仕事をして収入を得てもらったら、その先は新しいことを学ぶスクールだったりとか、あと仲間と旅行など趣味を楽しんだり、そんな風にシニアビジネスを多角化的に展開していき、生涯利益社会を目指していきます。ありがとうございました。まずライさんから伺いますけど、どうでしたか？はい、ありがとうございます。シニアをターゲットとしたビジネスモデルっていうのは非常に今後の日本の社会のニーズにマッチしてるなっていう印象と、あと単価が3万5千円って非常に高いなっていう印象をまず受けました。平均ですね、月額利用料金が、はい、3万5千円ですね。今実際にこのサービスの登録の利用者数って大体どれぐらいなんでしょうか？今継続でご利用いただいている世帯数が500世帯ぐらいですね。結構上場したカジさんっていうところと結構競合になる気がするんですけれども、はい、そこの競争優位性っていうのはどう捉えてらっしゃいますか？そうですね、カジさんよりもこうなんです、会社が手厚くさっきのようにオペレーションの部分 CS の対応をしっかりやるっていうことと、あとカジだけなくベビーシッターの方が結構マーケットとしては大きいんですね。まあ、合わせて 1.5 兆円ぐらいの大体マーケットと試算してるんですけれども、カジ代行だと将来6000億マーケットとは言われてるんですが、まあ、育児もカジももう本当ペットシッターもお買い物代行も含めてお母さんがお出かけに同行することもありますし、本当に幅広く家の中のこととか家庭のことをやるっていう部分で、はい、いろんなことが頼める、そういった柔軟性っていうのが家事代行との差別化ですね。ありがとうございます。リキさんいかがでした？はい、シニアターゲットすごいいいなっていうふうに思ってはいるものの、私自身その家族以外のシニアの方とあんまりその積極的に関わりたいってあんまり思えないですね。で、この家の中にその自分
分と全く知らない、まあ、他人のシニアがいるっていうことがすごくこう、まあ、そこまで深い関係性を構築したいっていうふうに思ってる、まあ、その使う30代の世代とかが持っているかっていうふうに考えるとちょっとどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、うん、そうですね、お子さんが生まれる前ってそんなにこうご夫婦の2人だけだったら家庭のことって回ると思うんですけど、子供が2人目以降になると本当にこうなかなか育児と共働きで仕事との両立がパンクしてしまうんですよね。まだ1人の子供だったら2人でなんとかなるんですけれども、まあ、そうなった時にやっぱりペインはすごく強くて、もう自分たちだけでは、まあ、家族が進んでて自分たちではもうキャパオーバーになってしまうんですね。だからすごくニーズは強くて、まあ、なのでジオに対して、まあ、どこも他社さんもサプライヤーが追いつかないっていうのが業界の課題なので、使いたいって方はもうこれからもどんどん増えてきますし、そういった強いニーズっていうのは感じてますね、使用者側が、まあ、例えばそのベビーシッターとして40代の方と70代の方がいるで同じ価格っていう風になったら、おそらく40代の方の方がいろいろやってくれるかなっていう気はするんですけど、そこのこうあえてシニアの方がいいんだよっていう風なことを伝える時のこうワードというかワーディングっていうのはどういったものになりますか？やっぱり知識と経験が豊富なので、子供をもう3人もう育て終えてちょっと一段落しているみたいな方なので、もう1人目の育児とかすごくちょっとしたことで悩んでしまった時に大丈夫よみたいな言ってもらえるとすごく心が軽くなるっていう風に言っていただきますね。いや、その既存のこれまでの家事代行とかベビーシッターって割と若い人が中心だったような気がするんですね。あ、でもベアーズさんとかは積極的にシニアの方も登録していて、求人で70代の方も活躍しているっていうのがたくさん載ってたので、 それを見て最初家事代行とかベビーシッターのところだったらシニアも活躍できるなって思ったのがきっかけなので、結構活躍されてますね。気持ち的に40代と70代の人がリストで、なんかシニアの人たちに働かしちゃって悪いなっていう心理が働く可能性はあると思う。え、マジで？もう60代ないですか？俺は逆だと思ってて、って逆にだよ。でうちの母親の話をすると、うちの母親70代なのね。で何をやってるかって、学童保育をやってる、学童保育の先生みたいなやってて、俺はもうマジで働けって言ってます。ボケられたら困る。僕一人っ子で俺が世話しなきゃいけなくなるわけじゃない。だできるだけやりたくないじゃん。だからあなたは一生働いてくださいと僕は言ってます。いや、働くのはそうなんですよ、でも怖いのは来た時にちょっと転んだりとかしたら、シニアの人たちって骨折とかそれしょうがねえじゃん。それはだってこっちが保証するべき問題じゃなくて、それは会社とか保険に入ってもらって、あ、そういうの割り切れないんだ俺全然平気。なんとなくなんか心理のハードルがあるかなって。いや、逆だって。絶対これ書いてあるじゃないですか、認知症の予防にありがとうと言われる適度な運動って。もう本当俺は広がってほしいもん、こういうサービスが。あ、じゃあこのサービスのコンセプト自体はすごくいいとか。そう、だからなんかなんで65歳とかで定年にするんだろうなと思って、病人を増や認知症を増やしてるようなもんですよ。だからそこで適切な、やっぱシニアだから動きが呪いとかあると思うんですけど、その分単価を安くする。だけどもう全然違うんですよ、寿命というか健康寿命が8年ぐらい違うんです、その働いてる人とそうじゃない。特に65歳以上の高齢者っていうのは、ね、頭も体も使うわけですからね。そう、頭も体も使うんで全然違うんです。やりがい、生きがいもあるんで、で感謝されるってのは生きがいになるんです。そういう意味で言うと、これはすごく社会的意義があることだと思って、僕さっき学童の話をしたんだけど、学童とかもやってほしいわけです。あれで、もっと言うと、僕ちょっとまた別でそのなんか安いインターナショナルスクール的なものを作ろうとしてるんですね、今ね。で要はコロナでみんななんか学校に行かなかった時代があったじゃないですか。あの時にやっぱなんかみんな気づいて、頭いい人たちは気づいて、これ小学校とか入れたらマジでうちの子供ダメになるなって思ってんだけど、行き先がない。要は自宅で教育した方がいいの分かってるけど、仕事にも行かなきゃいけないし、家にずっといられたらうざいみたいなのがあるから、小学校に行かせてるんだけど、要は子供を預かってくれて、今もうオンラインの教材とかもいっぱいあるから、ティーチングアシスタントぐらいできればいいんで、もうそこまでやってほしい。確かに、はい、まあ、だからいいと思いますよ、すごく。それではジャッジに移りたいと思います。小日向さんは目を閉じてください。希望投資額は2億円。投資獲得をかけた最終ジャッジ、手を挙げる投資家は現れるか。ディール or...Break.
それでは小日向さん、目を開けてください。ふるさと納税とめちゃくちゃこれ親和性高えなと思って、割とこういうの好きなんですよ僕。俺は広がってほしいもん、こういうサービスが。これからの未来を担う起業家の原石たちが、別に誰でも作れんじゃんこれって思っちゃう。そこの競争優位性っていうのはどう捉えてらっしゃるんですか。事業者側からすると、なんでわざわざそこに乗せなきゃいけないの。名だたる投資家と対面。私たちもったいないバトンは、もったいない食材のカレー化で食品ロスの問題を解消する会社でございます。ビジネスモデルをちゃんと精密に語って、であと必要な資金を調達できると。元気なうちは続けられるお仕事が釣りたい、そう思ってシニアの働くを応援するためのサービスを作りました。家族以外のシニアの方とあんまりその積極的に関わりたいってあんまり思えない。買いたいって方はこれからもどんどん増えてきますし、そういった強いニーズっていうのは感じてますね。NewX はスポーツイベントに特化されたデジタルメニューアプリであり、グッズ販売のデジタル化により2つの課題を解決していきます。もうでも先行してるやつが何社かあると思います。頑張ればできなくはない、可能ではない。どういう基準で我々は採用していったらよいのかっていうところを、お金目当てじゃないですけれども、そういう感じで来る人もいれば、おかしいぐらい出ない、なかなか。